辺野古の基地建設現場で、活動家の70代女性が土砂の運搬をしていたダンプカーの前に飛び出し、それを阻止しようとした警備員が巻き込まれ命を落とすこととなった痛ましい事件。この事件をめぐり、活動家たちがとんでもない主張を繰り広げていることが判明した。活動の中心となっているオール沖縄会議の代表や、玉城沖縄県知事もこの事件を受けて声明を発表しているが、その内容はにわかには信じられないものだった。そして、これまで辺野古基地建設の反対運動を行ってきた大勢の活動家たちの正体が明らかになったことも、現在物議を醸している。今回は、辺野古基地建設現場で警備員が犠牲になってしまう、行き過ぎた活動家の行動が原因で奪われた命と、これを政治利用していると非難された玉城知事の衝撃発言とは、事故の原因となった活動家の正体について紹介していく。6月28日午前10時15分ごろ、名護市の国道でダンプカーに2人が轢かれる事故が起きた。現場は辺野古の埋め立て用の土砂の積み込みが行われている名護市の阿波桟橋の出口付近。辺野古埋め立て工事に反対する70代の女性活動家が、埋め立て地の土砂を搬入していたダンプカーを妨害しようと道路に飛び出し、それを阻止しようとした47歳の男性警備員が巻き込まれ頭を強く打ち、命を落としたのだ。活動家の70代の女性も足を骨折する怪我を負った。この工事に対する活動家たちの抗議はかなり危険なものが多く、これまでにも動いているトラックの下に潜り込んだり、停車している車の下に潜り込んで車両を動けなくするなどの危険行為が行われていた。ネット上でも、これまで事故が起きていなかった方が不思議との声も上がっているほどだ。政治的な抗議活動とはいえ、人命に関わりかねない危険行為を繰り返し行ってきた活動家たち。そして今回犠牲になったのは、そんな抗議活動とは無関係の働き盛りの年頃の警備員の男性。この事態を受け、玉城デニー沖縄県知事は、お亡くなりになられた警備員のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族に心から哀悼の意をお伝えしたいと思います、と述べ、沖縄防衛局に事故原因が究明されるまでの間、土砂の搬出作業を中止するよう求めるとともに、抗議活動の市民には法令の遵守を求めていきたい、と話した。さらに、辺野古への基地建設の反対運動をするオール沖縄会議糸数恵子共同代表は、県民投票でもノーと県民は答えを出しているんですけれども、軟弱地盤の問題だとかいろんな問題があるにもかかわらず、それを強行してやる工事のプロセスの中で、こうやって人が命を失っていくのはとても残念だし、本当に悔しい限りです、などと述べたのだ。人が一人亡くなっているという異常事態にもかかわらず、このような声明を出した両者に対し、世間からは怒りの声が上がっている。お前が活動家を排除しなかったから、図に乗った活動家が警備員を道連れにして事故ったんだよ。ルールにのっとった工事で、排除すべきは抗議のジジババだろ。安全確保で土砂搬入の中止要請ってアホすぎるだろ。この知事、辺野古のダンプ事故でオール沖縄会議の言い出した言葉が衝撃なんだけど、工事のプロセスの中でこうやって人が命を失っていくのが残念で本当に悔しいってどういうことだ。せめて我々は基地建設には反対しているが、脅迫的な手段は正当化しない。道路に飛び出したり嫌がらせする抵抗手段はやめようくらい言ってやめさせたらどうなの。辺野古で警備員さんが亡くなった事故は、こうした迷惑で無茶な活動を行ってきた活動家を助けるために起きた人災。こいつらの迷惑行為のせいで尊い命が奪われた。活動家たちの無茶苦茶な抗議活動によって尊い命が失われることとなった今回の事故。そもそも活動家たちが工事現場にいなければ起こらなかった。しかし、工事現場へ立ち入る人を排除する等の県による措置はこれまでされていない。玉城県知事は辺野古でのこのような事態を知りながら、活動家たちの危険行為をいさめるような呼びかけもなし。そして今回とうとう犠牲者が出た。抗議活動の市民には法令の遵守を求めていきたいとはしているものの、具体的な対策はなし。さらに、土砂搬入の中止を求めるなどと発言し、今回の事故が起きたことを理由に政治的目的を果たそうとしていると指摘されたのだ。実際、7月1日に林官房長官が辺野古の埋め立ての土砂の搬入を中止したことを発表。
現在事故が発生しました阿波桟橋と同様の作業を行っている本部港の2カ所において再発の防止を検討するため埋め立て土砂のダンプトラックの搬入作業を中止しておりますと話した。また事故が抗議活動に対応する中で起きたとの報告を受けたとした上で、防衛省が警備の在り方を含め状況の把握と再発防止に努めていくとした。活動家の暴挙により警備員が命を落としたことで玉城知事をはじめとする辺野古建設反対派の者たちはその妨害の目的を果たしたことになった。これに対しネットでは強い批判の声が上がった。これはひどい、違法な妨害行為を行う者の要求をのめというのに等しい。知事としてやるべきは違法行為を直ちにやめさせることのはず。もしかしてこいつ人命を政治利用してる。どさくさ紛れに何言ってんだ。得体の知れない基地反対の活動家がいるから警備員を配置しなきゃいけないんだろうが、基地反対の活動家の立ち入りを禁止しろや。沖縄の基地反対派活動家がダンプカーに紙ゼアタックをして制止しようとした。警備員が亡くなったことを理由に知事が土砂搬入の中止要請、つまり紙ゼアタック成功ってこと。しかも党の活動家は生き残って真面目に職務で制止して巻き込まれた警備員が亡くなった。基地に賛成反対以前にやり方が異常。警備員さんへの弔意が感じられない市民団体の言い訳の数々に吐き気がする。この団体からは人命を尊ぶ気持ちが一切感じられない。とても平和を実現する団体とは思えない。団体の意向に反する人々の粛清をこのような論調で正当化するのかと思ってしまった。ダンプカーの通り道をこのように牛歩して妨害はやめろって言ったよな。危ないし渋滞するし迷惑だから。あなた方のような妨害活動をしている人たちのせいで警備員さんが亡くなりました。引いたダンプカーの運転手もあなた方のせいで人生が狂った。実際に活動家たちは道路への座り込みや車の前に立ちはだかるなどの危険行為をこれまでにも続けてきた。こういった行為が罰せられることなく政治的目的から逆に煽られていたことで行動はエスカレート、今回の事件につながってしまったのだ。しかし活動家たちの認識はそうではないようだ。こういった牛歩による抗議活動をしている市民団体のとあるメンバーが産経新聞の取材に応じ、これまでの彼らの活動は危険な行為ではないという認識だと語ったというのだ。さらに今回の事故を起こした張本人であり自身も足の骨を折る重傷を負った那覇市の70代無職女性はあえて飛び出したわけではないと説明しているという。団体の人たちの言い分は、牛歩で抗議者が道路を横断し終わると警備員がダンプカーに合図を送り1台だけ出すという暗黙のルールがあったというのだ。事故当日は亡くなった警備員とは別の警備員がダンプカーに発車の合図を送っていたといい、市民団体のメンバーは警備員の合図に問題があったのは明らかだと主張し始めているのだ。さらに抗議活動をしているこれまで6年間事故はなかったと強調。あくまで事故の原因は飛び出した女性ではなく警備員のミスであると主張したのだ。今回事故に遭った女性が所属している市民団体と連携して活動しているオール沖縄会議の関係者も事故が起こらないように法律に基づき順法的な抗議をしていると話した。しかし先ほども紹介したように彼らの抗議活動はどう考えても順法的とは思えない。世間からも一斉に大ブーイングが上がっている。6年間事故はなかったって、それは運転されている方や警備をされている方がお前らみたいな当たり屋活動家に怪我をさせないように勤務されていたことの成果であって、決してお前らがえばり散らすことじゃねえからな。自分たちは悪くない、警備員が悪いという主張、人一人の命を犠牲にしておいてこの言い草には怒りしかない。抗議活動の趣旨は県民の生活と命の安全を守るためであるはずなのに、結果として事故を誘発し守るべき県民の命を奪っている。抗議活動を行っている市民団体及びその上部団体は十分な事故防止対策ができるまで活動を自粛、警備員のご遺族への補償など誠意ある対応をするべき。沖縄の基地搬入の警備員の事故原因究明と改善策を指示されたらしいけど、一番確実なのは活動家の皆さんの接近禁止令だよね。これで今回の事故要因は解決するし次は起きないよね。なんでやらないの？
建設現場への抗議団体の侵入を禁止するという安全第一の対応はせず、危険極まりない抗議活動を黙認していた知事の責任は重い。そしてさらに衝撃の説が浮上している。なんとこの抗議活動に参加している活動家たちの中には、ネット上の求人で募られたバイト活動家が含まれていたのではないかという疑惑だ。ランサーズというサイトに掲載された求人には、その業務内容についてこう書かれていた。参加者の一人として辺野古周辺にて座り込み運動をしていただきます。その他参加人数調査や新基地建設の是非を答えアンケート調査などもお願いしています。この求人の日当は2万円昼食付きとなっている。もしこれが事実であれば、問題になるのはこの資金がどこから出ているのかということだ。沖縄県なのか、それとも活動の中心となっているオール沖縄会議が出資しているのか定かではない。どちらにしろ抗議活動をしているのが市民ではないとなれば、大勢の市民が抗議しているというあのムーブメントは捏造であるということになる。日本全国に向けて反対運動を捏造し、印象操作を図って辺野古基地建設を妨害していることになるのだ。そしてこの日当2万円についても、こういった活動家の暴動を制止するための警備員の方が発給だったのではないかとの声も出ている。しかし一方で、ネットで出回っているこの画像は捏造ではないかという指摘も。それに対してこんな投稿が。ランサーズに限らず、この手のサイトはいくらでも自作自演ができるので、この金額は全く当てになりませんが、日当が出るのは事実でしょう。私が高校生の頃所属していた平和活動サークルにも、とある団体から日当や交通費が出てましたからね。また新聞に掲載された当事者のインタビュー記事の切り抜きなども寄せられている。もしネットで出回っている画像が偽物だとしても、活動家バイト自体は存在しているのかもしれない。これについてネット上では、わしは元沖縄県民、地元沖縄県民で米軍基地がいらんという人はほとんどおらん。基地反対は本土から来た左翼活動家と雇われた情弱貧困老人バイト。嘘はやめましょう。多くの人が気づいています。内地からの活動家の中にはバイト気分で反対運動をやっている人が多いということを。この連中が結局は警備員が犠牲になった今回の事件の原因になっていることを。残されたご家族のことを思うといたたまれない気持ち。そもそも辺野古への基地移転を反対する理由は、基地建設による治安の悪化だ。にもかかわらず、もしこの求人が本当なのであれば、人を雇ってわざわざ治安を悪化させているとも言える。このような活動家の偽装が誰の指示によって行われているのかはわからないが、今回のような犠牲を出したことで、彼らの行動は全くもって本末転倒であると言える。そして今回一人の男性の命が奪われてしまった。現状工事はストップしていることとなるが、この問題は今後どのような展開を迎えることとなるのだろうか。二度と今回のような犠牲が出ないよう、いち早くその対策がなされることを願わずにはいられない。